どんなんしたらいい？もうこれ後でお風呂でピャーって流したらいいだけだから、もうピャー。どうしよう、これ明日まで残ったら最悪だわ。どうですか、コスプレとか今日持ってきてないからこっちに何もできないんだ。どんなことしたらいいの、あとどんなしたらいいんだ。ふんふんふん、なんか今日ね帰り道さ、駅ミツバチがお尻プリプリしながら歩いてて、ミツバチのコスプレの女性がお尻プリプリさせながら歩いてたんですよ。すごい都会のハロウィンすげえと思って、こうやってお尻がもう本当にハチ、ミツバチのあのお尻こうついてた、こうやってプリプリして歩いてた、すごいってなった。でも思ったより人が、さっき帰ってくる時は人そんなコスプレの人全然いなくて5人ぐらいしか見てない。今多分街中に行ったらいるんだろうけど、この時間から行く人か帰る人か分からんけど、そういう人しかいませんでした。多分今頃ね帰ることはないよ、そういうコスプレの人たちがね。だから思ったよりそんなに電車もコスプレじゃなかった、みんなもうサラリーマンとかでした。サラリーマンとかが仕事帰りだった。仕事帰りの話しながら満員電車だったから、みんな労働してるんやなと思いましたね。キラキラさせよう、ラメとかつけちゃって、ラメラメラメ、おーすごいすごいだすごいだ。キラキラになった。唯一今日ハロウィンらしいこと何もしてないから唯一、あ、待って、なんかこんな感じで書いたつもりだったのにさ、見て何これ、電柱に止まるカラスのイラストですかみたいな。ねえ何ですかこれ、びっくりしちゃった。終わり、メイク終わり。こんばんは、もう睡魔に襲われています。キャー、今日めっちゃ汗かいたの序盤で。今日何時間稽古したんだろう、わかんないけど、わかんない時間稽古したんですけど、もう序盤が縦の稽古だったから、もう行って1時間でもう大汗かいてた。これまでの稽古で今日が一番汗かきました。もう大汗かき太郎で、だからもう髪もこんな、朝の配信であんなに髪の毛まっすぐにしていったっていうのに帰ってきたらもうこのありさまですよ。見てよこの緩やかなカーブを。そうめちゃめちゃ動いた今日は、だからよく眠れそうです。はい、もう本番まで2週間切ってるから、まだか、切るからもう
やばいんですよ。とにかく11月もいっぱい配信したいけど、もしかしたら稽古時間が今より長くなるかもしれないし、もっと自主練とかもしないといけないから、みんなと喋る時間もさ限られてくると思ったら、いやー、で2期の5周年のレッスンとかも始まってくるから、私は出れない、いろいろ出れてないから、ショーケースライブのレッスンも出れてないし、マイカーのレッスンも出れてないから、それも11月になったら同時進行で一人でこっちで覚えるって思ったら、ピエー、時間が足りないよ、時間が足りませんよ、1日50時間ぐらいないと足りないんだから、睡眠時間24時間で半分ぐらい、でも嬉しい悲鳴だよこれは、ね、めっちゃ暇よりさこういうスケジュールの方が絶対にいいもん。頑張ろう、乗り越えていこう、焦らず行こう、焦らずに行くぞ、落ち着いていきやーですね。ね、もう今日で10月終わりらしい、この背景も今日で終わりらしい、早すぎ、早すぎてびっくりしちゃう、明日から誕生月始まる、もうねいっぱい今日誕生日の企業からのさクーポンメールが来てた、もう3件ぐらい来た、でまた無印も行かんといけん、無印は誕生月に買い物したら翌月に500円クーポンくれるけん、無印も行かないけんし、サーティワンにも行かないけん、もう忙しいです誕生月クーポンは忙しいです、そう全部制覇したいから、そう絶対に絶対に制覇したい、しかも無印はちょうど無印良品週間の時に行った方がお得だから、うん、いけるかな、いやむずそう、いけんかも、無理かもしれない、休みなさそうだわ。桐谷さん、ああ月曜から夜明かしの、そう株主のねチャリでね、ひょい頑張ると、私もうちょっとこういうなんか血垂れてる系にしたかったのに、なんか肌かぶれてる人みたいになっちゃった、ティアンはアイスケーキ買うの、アイスケーキね、いやでも普通のアイスをいろんな味買った方がお得、アイスケーキって味決まっとんよ、だけんアイスをいっぱい買ったがお得な気もするですよ、そうアイスケーキはもう味決めれんからってなったら、そうアイス自分の好きな味いっぱいいろいろ試したら、期間限定とか試したがいい気もします。パちゃんに噛まれたらパセリになりますか、いいえブロッコリーかカリフラワーになります、皆さんどっちがいいですかね、ブロッコリーかカリフラワー選んでください、ちょっと類似野菜になります、ぴょんぴょこぴょこぴょんぴょこぴょこぴょこぴょん、カリフラワー人気やな、カリフラワーちゃん、あブロッコリーでロマネスコがいいです、おしゃれぶるんじゃないよ、もうかいわれだ、かいわれかいわれ、カリフラワー、カリフラワーはあれだな、あんま食べる機会ないよね普段、自分でお家で食べるってなるとなかなかないよね、ブロッコリーのがね食べる、どっちからどちらかというと、もう今日は本当に本当にいっぱいもう
今日は稽古中も滑舌やばくてもう滑舌も本当に今日やばかった。なんか回んなくて特に今日、いつも結構回ってないと思うんですけど、今日結構回らない日です。日によるんだけど、今日はちょっと滑舌怪しい日です。お疲れ様、ありがとう。お疲れ様、みんなも木曜日だよね。木曜日お疲れ様。木曜日頑張ったかな、みんな。お菓子もらったか。私いっぱい今日お菓子もらってきたよあのファンの方からの差し入れでいただいたお菓子、パセリ宛てもそうだし、他の出演者さん宛てのお菓子もみんなで共有して食べるから、もうすぐなくなるんよ。そう、パセリ宛てのお菓子をさ、パセがもう取る時にはもうほぼなかった。もう大人気やった。やけん、そう、残っているやつをいっぱい食べるように、もう私宛てなんだよって気持ちで強い気持ちでいっぱい、ちょっと申し訳ないと思いながら、私宛てにいただいたからもうもらいますの気持ちで、強い気持ちでもらって食べたけど、そう、そうなんよ。みんなね、もう糖分欲しまくり、休憩が今日はお昼休憩なかったから、より空き時間に食べる方式だったんですけど、今日はだからよりお菓子が大人気でした。あとね、四条さんのファンの方から、あのサブウェイだっけ、サブウェイの差し入れがあって、サブウェイ、今日はサブウェイもいただいちゃったし、そう、すごない？サブウェイ、そうなの。なんか今度ジョジョ園の弁当来るらしいよ。ひょい、その差し入れシステムでジョジョ園のお弁当来るそうです。でもさ、これさ、同じ日に何人もの人から同じやつ来たらどうするんやろうって気になる、めっちゃね。だってさ、ファンの人同士ではさ、パセリ推しだけが送ってるわけじゃなくて、いろんな出演者のファンの方が送ってるわけじゃないですか。だから日付変わる可能性とかもいろいろあるじゃないですか。どうなるんやろうと思ってね。ジョジョ園がもう大量に来たらどうするんや、どうなるんだ一体。調整してんのかな、どういうシステムか未だによく分かってない。すごいね。あ、そうなの、日付は、あ、そうなんだ、送る人が決めるわけじゃないんや。あ、じゃあ被らないんだね。そうなのか、今度来るらしい。でもいつ来るか分かんないから、ドキドキ。あとは今日は主演の宮本さんの事務所の方が大量のカップラーメンを、すごかったの、どん兵衛でしょ、わかめスープのカップのやつ、辛ラーメンとかもう大量、もうとにかく50食ぐらいあるんじゃないかっていう、30食かな、いや30食もっとあった、絶対もう大量のカップ麺が来て、そうと、コーン茶、私人生初コーン茶もいただいて、一箱コーン茶と、なんかもうすごいいただいて、飲んだことある？みんなコーン茶、私は初めて飲んだけどめっちゃコーンだった、コーンを感じました。そう、すごいよね。本当にもう稽古場に飲み物が溢れてる飲み物溢れて、早く持って帰ってくださいってみんな言われてる。毎日少しずつ持って帰ってくださいって言われる。こーん茶、お湯はね、ポットがあったよ、ポッ
っとありました。ポットでお湯沸かしてくださってた。でも今日はさ、食べる時間、今日5分休憩でさ食べとる人がおっておもろかった。5分休憩でカップラーメン食べるって言って作り始めて、3分やんカップラーメンって5分休憩でカップラーメン、やばい、やばすぎだよ。そう、ギリ間に合ってなかった。え、そうよ、すごない？ベルちゃん役の子なんですけど、ベルちゃん役の子がね、もう私カップ麺食べるからって言って5分休憩の間に作り始めたから、すごいすごいですってなった。わかる、小学生ね、小学生ってすごいよね。10分休憩でさ校庭に出てドッジボールして帰ってくるのやばいよね。普通にすごいよね、今考えたら。小学生元気だよね。で中学校とかはそんな行かんかったじゃん、みんな。なんで小学生だけあんな遊び行くんやろ。すごいね、元気。わかる、その時間寝たい、わかる、わかるよ。若いね、ね、若いね、すべてがね。体力無限だったあの頃、わかる。なんであんな、でも子供ってさやっぱ動き回った方が夜寝るって言うじゃん、ね、しかも子供の頃っていくら食べてもガリガリやったもんね。やっぱ動いとったんだろうね、休み時間とかに。あの頃は分かったそうだね、みんなで若い頃解雇しようね、今から。すぐ寝るけどおじさんですおじさん体力頑張ろう、お互い頑張っていこう。今日は聞いて、今日過去一満員電車でさ、もうギリやったの私が乗った時。いやもうこれは乗らずに待とうと思ったけど、いやこれは都会の洗礼だと思って頑張って乗り込んでみたんよ。一人分空いとったから。エレベーターとかでもさ、一人二人入れてもあ大丈夫って思って乗らないタイプなんですけど、今日はちょっと頑張って乗ってみようと乗り込んだらさ、その後さ5人ぐらい入ってきたの。えってなって、私でギリやったのに5人入ってきて、しかももうシリズモおしくらまんじゅう始まって、そうなんか私の後に入ってきた女性がちいかわの服着とったんやけど、背中にでっかいちいかわが書かれとってね、そうちいかわの服でめっちゃもうおしくらまんじゅう始まって、こっちもさ前に行ったら人おるから、もうこうやってもう体幹で普段のさ盾とかダンスで多少はあるこの体幹でどうにかこう踏ん張って電車に。そしたら向こうも負けずとちいかわの服で押してきて、そうちいかわ強いと、すごかったです。これが都会ってなったびっくりしちゃいました。でその後サラリーマンの人も乗ってきて、その後また別の女性も乗ってきて、いっぱい乗ってきて、うわすごい慣れてる、慣れてやがると思って。あとさ今日また違う、その満員電車に乗る前の違う電車は目の前で飴食べてる人がおったんやけど、その飴食べてる人がもう一生飴をペチャペチャ食べるタイプの人やったのねいややめて早く駅に着いてと思って、今日はもういろいろ都会の洗礼を受けました飴ペチャペチャ食べるのやめてと思って、そうなんよ。いや今日はいろ
人がおったな。解説にさ、ミツバチおったって話さっきしたけど、ミツバチがなんか女子2人組のコスプレで、片方がミツバチで片方がなんかもうちょっと落ち着いたコスプレだったんですけど、その片方の人が改札止まってて、ピンポーンみたいな止まってて、ミツバチが待ってあげてて優しかった。今日いろんな人がいて、本当にあ、この世界っていろんな人間がいるんだなって改めて感じた。もう本当に、え、もう雨、もう私もう人生で出会った人の中で一番今日の人が、わ、人ってこんなに飴をペチャペチャ食べれるんてぐらい、もう、そう、多分あの電車の中で他の人と心が通じ合ってたと思う。静かに食べてくれっていう気持ちが通じ合っとったと思うよ、あの時は。初対面のみんなと、もうすごいすごかったです。おもろいです。はい、びっくり。静かに食べて、みんな気をつけて。都内の人間が楽しい。どんな人がいるの？あ、でも今日は朝行くの、行きの電車で独り言言ってる人がおった。なんかめっちゃ喋りおるから、イヤホンで、あのこの Bluetooth のイヤホンで喋っとんかなと思ったら、全然独り言だった。おー、人間観察してました、チラチラ。おー、でももしかしたら私も人間観察してるつもりでも逆に人間観察されとるかもしれんから、ねね、気をつけよう。変なこと言わんように気をつけよう。みんなも気をつけて。うん。今してんの？今観察してんの？え？私のことでしょうか？私でしょうか？もしかして。こんばんは。バリ喋ってる人寄ってきた寄ってくるの怖い。寄ってこんとってほしいわ。こんばんは、どうも。今日は可愛いジャージやったからテンションが上がりました。めちゃめちゃ可愛いの。もう買ってよかったです。昨日悩んだけど、これ1週間ぐらい悩んだわけですよ、買うかどうか。でも買ってよかったです。キワキワズボンで稽古しました。にゃん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 。そう、欲しかったんよ本当は。こんばんは。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。ちょ、こんな明日何着てこう。明日はそんな動かん気がするけん、昨日買ったベロアのセットアップ GU ちゃんでも着てたろうかな。 GU セットアップ、アディダスですって言ったらアディダスって思われるかなこれアディダスなんだよねとか言ったらさ、信じる人いるか、いないか。自由です、自由でちょっと安くなってました。明日の夜から雨なの？マジけー、早い。土曜日が雨だったじゃん。もう明日からなん？やめてよ、傘持っていかなきゃ、荷物が増えます。マジ？帰り雨？よかった。
台風か、そうか、マジか、そっか。土曜も雨なん？毎日雨？私折りたたみ傘で生活しとるんやけどさ、こっち傘持ってくるのはさすがに荷物になると思って、折りたたみ傘やけどいけるかな、やばいかいね、いけるか、そんな外歩かんからいけるか、電車だったらいけるか。え、来週は冬将軍到来、嘘、早くない？じゃ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 ん、ドゥルルルルルンルルルンルルルン、早ない？海岸線平行に走る思い出の列車でどこへ向かうの、早いじゃん冬将軍、将軍、隙間風が通り過ぎる恋の後に冬将軍、一人は切ない。今って冬なんですか？冬なん？将軍じゃなくて大名くらいでいいんだが冬大名。朝息が白くなってた。早くない？そうなん。秋よね、まだ。もう勘弁してよ。だってさ、最初の予定ではもっと暖かいって言ってたじゃん。それを信じてたのに、信じて服を持ってきたっていうのに。裏切り者め。寒いじゃないですか、毎日毎日なんだかんだ言って、暑いですって、暖冬です暖冬ですって言ってるのに寒いじゃないですか、なんなんですか。稽古場の近くの金木犀も一個も咲いてなかった。先週あたりまでいっぱいだったので、めっちゃいい匂いだったのにね、今日見たら一個もなくて、もう終わりなの金木犀。金木犀香る頃、そうだよ、もう今日ね稽古場でね金木犀の匂いがしたの。金木犀の匂いと思ったら、隣でね出演者の方が金木犀のミストをかけてたシュッシュッみたいな、なんか匂いがするミストシュッシュッってしてて、それだった。もう騙された。室内で金木犀変わると思ったら騙された。ミストだったよ。あとはね、今日何があったかな、どんなことがあったかな。今日はね、何も、他なんかあるかな、ないかも。なんかさ、ネタバレになるよね、何かしら話したら。むずいな。なんかおもろいエピがあったらすぐ話すね。今日のおもろいエピ以上かな。こんばんは。お昼ご飯は毎日おにぎり食べてる。あのね、瀬戸内しらすのおにぎりがあって、スーパーに、それがめっちゃ美味しくて毎日それ食べてるあとぶどう、皮ごと食べられるぶどうを買って食べました。はい。あとクッキーとかいっぱい、ラスクとかいっぱい、あの差し入れでいただいたお菓子をいっぱいもりもり、あ、トッポも食べました。もういっぱい食べましたよ今日は。あとエビのせんべいも食べたし、もうもりもり食べた。帰ってきてからはコンビニのしめ鯖を食べた。このあと鍋食べます。毎日鍋食べてる。鍋、あと昨日買えなかった
私の毎朝食べてるお弁当が今日あったラスイーチだったの。もうみんなに紹介する、めっちゃ美味しいからみんなに紹介するね。みんなも真似してみてほしい。ちょっと待っていて。もうね、聞いて、このね、これよ、これこのセブンイレブンの炙り焼き銀鮭と和だしご飯っていう、このこれがめっちゃ美味しくて、このさつまいもともみじ型の人参と卵とそぼろとかが入ってる、この鮭も入ってる、この弁当が美味しくて毎朝食べとんの。でも昨日はコンビニ2軒もあったけどなくて、そう今朝は焼き鳥丼食べていたんよ、2倍のカロリーのあるやつ。でも今日あったからもう嬉しくって買っちゃった。ハッピーハッピーハッピー、めっちゃ美味しいの。しかも朝からお米食べたくなるからいいんですよ。イエイ。しかもこのホテルさ、部屋に電子レンジあって最高なの。これめっちゃうまです。関東限定かな、わかんない、どうなんだろう。確かに広島で、でも広島で私こういうお弁当あんま食べんけんな、おにぎりが多いからな。どうなんだろう、不明です。いいでしょう、おすすめなり探してみて。キノコも入っとるし、秋、めっちゃ秋って感じ。秋限定かな、うん、秋限定かもね。なんかこの感じ、芋とかレンコン、このもみじの形の人参とか見る限り、鮭とか期間限定の可能性もあり、地域限定の可能性もあり。東京駅到着、起床、おはよう。おはよう、今朝の10時半よ。おはよう、今朝よ、もう出勤する時間だわよ。洗濯機もあるというのにね、本当だよ、本当ですよ。私さ、学生の頃さ、6時とかに目覚めたら、夕方の日曜日の夕方6時に目覚めたら焦ってた、やばい学校行かなきゃって焦ってた毎回。でその時にちびまる子とかサザエさんが始まって、あ、夜だった、まだ夜だったっていつもなってた。わかる気持ち。え、ハロウィン、本当だ、終わってる。あれ10時までか。ハロウィンの背景いつの間にか消えてるじゃん。え、気づかなかった、今言われるまで。ほんとじゃん、今気づいた。え、なんか都会のビルみたいのになってる。いつから気づかなかったんだけど、すごいね、都会だ。都会で暮らす友は眩しいか、見ていいな、いいらしい。わあ、ハロウィン、ハロウィンなんかしたの、みんなは。私はこれだけだよ、このこれ、今即興即席でやったこれ、これだけだよ。みんなはいかが、みんなはいかがなの、した、してない、仕事。いや、そうだよね、そんなしないよね。もう今日かなうちゃんのブログ読んだんよ。かなうちゃんのブログ読んだらさ、なんか実家でハロウィンパーティーがあるみたいな書いてあってさ、何それ、ハロウィンパーティーって思って、ハロウィンパーティーとか私人生でしたことないんだけどと思って、もうびっくりしちゃったよ。ハロウィンパーティーって何すんだ、え、そう、ハロウィンパーティーを毎年していたけど今年は帰れないので参加できません。え、何それ、ってなってびっくりしちゃった。ハロウィンパーティーとは、
ね、じゃあ海外って感じ。いいよね。ハロウィンでパーティーするなら正月とかもうすごいんじゃない？クリスマスとか。クリスマスパーティー参加してみたい。でもみんな陽キャそうだよ。ねえ、いでけ。勝手な想像やけど。パーリー。パーリー、パーリー。私の家は、誕生日すら、そんななんかパーティーとかしないし、クリスマスも別にパーティーしない。正月も親戚で集まるけど7人ぐらい、パセの家族含めて7人ぐらいだから、ほんと小規模でオードブル食べるっていう、それがパーティーかも。一番正月と盆かな、正月と盆のオードブルかな、ばあちゃん家で食べるやつかな、パーリーは。うん、アイドルになってからは生誕祭っていうもうパーリーがあるので、いろんな方々が仕事の予定を空けてきてくれるパーリーがありますので、そちらでパーリーしておりますが、あまりパーリーをすることはありませんね。みんなどんなパーリーライフを送っておりますか。パーティー、パーティー、パーティー、こんばんは。パーリーね、いつあるんだろうね。来年かな。もう12月にあったらみんなもう休み取れないよ。2期の5周年もクリスマスもあって、大阪のお話し会もあるけん、もうみんな忙しい、みんなバタバタや、年末やし。それで全然来れませんってなるより、もう来年に持ち越して来れる時の方が私は嬉しい。みんなと会えるの嬉しいですけど、わかりません。今のところわかりませんね。12月になりそうな気するよね、この感じだと。でもリネとノアピもあるの、パセの前に。リネノアピが先にあって、リネノアピパセだから3人目だから、そう、どうなることやら。その後もまだまだいますからね、他のメンバーも。はい、12月メンバーもうなちゃんとかもいますからね。不明ですわな。ヤンゴローもですからね。不明ドス。パセータン待ってるね、決まったら。私もまだ知らないんだ。ほぼ1ヶ月半遅れな感じ。マジ。でも、うん、そっか、確かに。どうなるかな、わかんないね、想像つかないね。不明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 。まだ何もスケジュール入ってない、不明です。いつ公演出れるかもまだ今んとこ不明。待っててねみんな待っててくださいね、パセが出る日を。まだ沖縄で食い倒れていてごめんなさい。まだいるんか。そうか、沖縄楽しんできてね、楽しんできて。沖縄の塩チンスコアイスを絶対食べて、あとあのブルーシールのあの棒がついてるやつの紫と緑のアイスね、スーパーで売ってるやつと、あとサーターアンダギー、もうサーターアンダギー大好き私。稽古場近くのスーパーで売ってんの、サーターアンダギー。毎日格闘してる。今んとこ勝ってるよ。今んとこ買わないっていう選択肢勝ってる。でもね、美味しそうなの。あとね、他にもいろいろあるの。なんか近くのスーパーが
パンコーナーが市販のパンプラスさらに焼きたてのパンみたいなタイプのさあるじゃん、スーパーによって。そのタイプだからもう本当に誘惑のスーパーで、そう毎日ねパンコーナーを素通りするのが大変です。パンコーナー素通りしておにぎりコーナーに行くの毎日毎日。そうでフルーツコーナーとか見て買うの。パン、あパンちゃんに会いたい。パンの話したらパンちゃんに会いたくなっちゃった。鈴木あやパンに会いたいです。鈴木サーターアンダギーはもうぎっしり詰まっとるじゃん。あれがいいね、あの詰まり具合。もう空洞なんてありませんっていうあの強い気持ち。でも逆に塩パンはバターたっぷり入れましたよ、だから空洞ですけど何かっていうあの強い気持ち大好き。塩パン空洞大好き。メロンパンも空洞大好き。バターが入ってる証拠だから大好き。はい、空洞はカロリーですからね。ありゃ、うん、大好きですよ。大好きなのは、はい、せーの。もう髪の毛パサパサになるのやめてほしい。髪切ってからさ髪の毛がパサパサなる頻度が高め。うえ結んだからだわ今日絶対。どうとこう走るよハム太郎。今日ついに稽古場で、今日朝配信でさ、朝配信であんなに前髪作ってたけど縦の稽古したら結局前髪崩れて、初めて稽古場でこのヘアピンスタイルで途中から稽古したの。でもそんな人一人もいなくてさ、やっぱり STU だったらいっぱいいるのにさ全然こういうタイプの人いなくてさ、あ私大丈夫かなと思いながらそう稽古してた。うん、みんなねもうノーセットみたいな、ノーセットサラサラですみたいな感じなの。もうすごいの、個性大事。わかった、大事にする。あとはなんか帽子かぶってたりする、キャップかぶって稽古してる。あとニット帽とか、ニット帽いいよね冬は。ニット帽でもなんか帽子かぶってってるけどさ、なんか韓国のアイドルが使ってる帽子をかぶっとるけん、このつばがでかすぎて、今日もさ帰りさバイバーイっていう時に、バイバーイっていう時にさ全然顔見えなかったの、つばが広すぎて目が合わなかったんだよね。帽子ね、わかる、帽子蒸れそう、わかるね。普通に生き返るだけでも帽子結構蒸れるから、ファブリーズ必須です。ファブ必須。いいでしょ眉毛キリキリキリ。私の使ってる帽子めっちゃいいけんね、もうメンバーいろんなメンバーが使ってて、マネージャーさんとかも使ってるし、もう私2、3年使ってるんだけど、めっちゃいいよ、おすすめ。なんちゃらってとこのやつ、なんちゃらなんちゃらってところの帽子めっちゃいいよ。階段で転んだ、もう派手にやっちゃいましたわな、派手に打ちまいましたかな。もうみんなさ、なんか可愛いアイドルたちみんなコスプレ配信してて羨ましい。でもあかりんさんのツイート見た今日、みんなバセイのルームではおなじみあかりんさんのツイート見た、
今日あかりんさんがツイートしてたやつ大共感だった。なんか推しメンがなんか薄いペラペラのコスプレするのは複雑みたいな。いやわかるわかる、でも自分は着ちゃってるよなってなって、わかるよわかりますってなりました。でも実際着てんだよなってなった。確かにそうじゃない、なんかいい生地の推し面にはいい生地でふかふかの布団で寝てほしいじゃん、わかる、あったかいお風呂で眠るんだろうな、違う違った、お風呂じゃない、風呂で眠ったらダメや、あったかい布団で眠るんだろうな、僕も帰ろう、お家へ帰ろう、風呂で寝るのはダメだね。風呂はダメでした。風呂で寝たらもう溺れちゃうからダメですよ、風呂上がってから寝てくださいね。いやそうなんだよね、コスプレっていっぱい着るわけじゃないけんさ、コスパ考えたらそうなんだよね、そうなんですよね。やっぱそう思うと植木鉢のコスプレは強いなね、どうやって保管してるのか気になるもん、どうやって保管するの、あれ圧縮できるんかな、植木鉢コスプレ、植木鉢コス、僕も帰ろう、お家へ帰ろう、でんでんでんぐり返ってバイバイバイ、いいないいな、モナリザ、確かにモナリザもどうやって保管したんだろうか、どこに置いとんあれ、クローゼットか、あったかいらしいよあれ、暑いぐらいらしいよ、しかも結構デカめらしいよ、リム言ってた、ねえねえ、やばい、また今日も髪の毛ムーディー勝山さんでお送りしてる、左へ受け流す、やめてやめて、まとまってほしい、団結してほしい、今こそ団結する時、無理や、頑張れ、内巻きになれ、お、あ、ダメだった、いけ、せーの、もうダメだ、もうダメだこりゃ、もう左へ受け流しています、もう言うこと聞かんわ、風呂でガシガシに洗ったろ、あ、外向き、確かにあえて外、確かにあえてね、ありだね、三つ編みした方がいい思った、今日明日は多分縦しないから三つ編みで行こうかなね、三つ編みにしよう、縦するとき三つ編みする絶対やばいもんね、パンパンパンって絶対眼球やられる、三つ編みで、だから縦の稽古がない日にしよう、明日三つ編み決定、ヘアゴムはあるかしら、一体ヘアゴムはあるのか、ないかもしれない、このさ、こういうこれしかない、いけるかな、このでっかいので、よいしょよいしょ、いけるもんかな、三つ編みより太いですけど
三つ編みよりでかいよ。ほら一番でかい、主張激しめ。こう見たら短いよね、ほんと髪。まだ結べないことはないよね。あ、これもある。黒と茶色の色違いならある。どう、右は茶色。なんか気持ち悪いよね、絶対。どうかしてる？いい？意外といいかな、これ。じゃあもう一個、私大量に持っとるから、これ大量にあるから20個あるけん。あ、よいしょよいしょ。短いよね、ほんと。でもさ、最近さ、インスタに髪長い頃の写真あげるじゃん。だから今日舞台の稽古の時に、え、髪切りましたって言われてえって言われて、でももう一人の子からは、え、私は伸びたと思ったよって言われてさ、もうみんなのことの、みんなの頭を混乱させてしまっとる。私があまりにも過去の写真をあげるからさ、インスタに、みんな混乱しちゃってて。あ、いいんじゃない、意外とね。では、前髪、ちょっと前髪も大変なことだな、やばい。ちょっと前髪やっぱ上げときます。明日は三つ編みにしよう。そうしよう、みんな明日みんなを三つ編みね。お揃いで行こうな。いいかい、みんなも編み込んでってね。眉毛とかでもいい。眉毛もめちゃめちゃ長いよみたいな人、眉毛編み込んでみてほしい。毛先器用だよみたいな人いたら。無理？無理なの？わかった、寂しいけど。わかった、不思議な形のデコ、ここだけ出てるデコ、デコデコデコ。10時42分、早い。今日も一日が終わるじゃん。今日も一日終わる、早いな。もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい。やり残したことは、ファブリーズのストックを買わなかったこと、あとはそうだな、でも意外とないかもな、やり残したこと。今日も寝るだけや。みんなはどう？やり残したことある？ない？じゃん、パンダ。あ、お風呂ね。そうだね、お風呂がまだ待ってるんだよね。もう一番難関、生きてる中で難関、早起きとお風呂ね。はい、早起き、風呂、体力のいるもの、めちゃめちゃ待つこと。そして新たに今日加わったのが、満員電車のおしくらまんじゅうしりずもうですね。いや、もうびっくりしちゃったよ。やっぱ強いメンタルで生きてるんだわな、都会の人ってな。起きた瞬間が一番疲れてるの何？え、それ本当にそうなんだよね人生で一番疲れてる人間、朝ね。不思議だよね、本当に。何なんだろうね、朝
起きてもう疲労感じてるもんね。布団にいるのに布団に帰りたいと思うもんね。でも昼間になったら元気だもん。明日は尻相撲勝ってね。分かった、頑張る。尻相撲、怪我人出さんように頑張るわ。今日は人生初尻相撲大会だったから。尻相撲、尻相撲。今日はちゃんとメイク落としてから出ないと。肌が荒れそうや、いっぱい塗りたくったから。冬眠しちゃダメですか？そういう曲作ってください。可愛いだけじゃダメですか？右左正面気分しさせちゃう。そういう曲作ってください。冬眠してちゃダメですか？キャー、ホモタンみたいに強い字になろうね。うん、わかった。くるみ割れるぐらい強くなる。オイラ強くなります。リスペクトです。冬眠、冬眠。冬眠の間でも孤独感じそう。冬眠、いざ冬眠しろってやったらきついかも。私出歩く、2日目で出歩く。なんなら1日目の夜からもうウォーキングとか行っちゃうもん絶対。冬眠したんじゃないのってなっちゃうよ。クマ、私がクマだったら多分2日目からもう歩いてる。もうダメ、クマ向いてない。来世クマじゃないやつがいい。でも私アリも向いてないと思うな。だってアリって働きもないしさ。アリ私見たらもう鳥肌立つからさ。家族見ても鳥肌立つかもしれない、自分がアリだったら。雲もちょっと嫌だな。できれば人間がいい。人間希望です。人間、人間も向いてない気もするけどな。人間向いてないと思いつつ26年は生きてるから向いてるのかもしれない。継続力、みんなも継続してるよね毎日。えらい、人間継続力えらい。ぬこ、ネトはいいね。あかりんさんちのネトになったらもう幸せそうや。あんなにも愛情愛情愛情のにゃんこでね。いいとこの家の猫とかワンちゃんになってもうどんどんブクブク太っていく未来が見えるね。いいとこの子に生まれたら散歩も全部犬用のベビーカーみたいなやつだからもうブクブク太っちゃう。私ダメだ、私は怠けてしまいそうだ。クモって巣を食べて張り替えてる。わー、でも私の小学校の同級生もクモの巣を木の棒に巻いて綿飴とか言ってたから、前世クモかも、前世クモかもしれない。マヒナさんに飼われて、わかる、マヒナさんちの猫になったらもう最高。毎日美味しいご飯の香りがするんですよ。もう最高じゃん。ちょっと1週間だけマヒナさんちに、1週間長いか、2日ぐらいマヒナさん家にさ、今から来世の練習で止めさせてほしい。でご飯もりもり食べて帰る。食べ尽くして帰る。マヒナさん家の猫、わあ。ジジジジ、葵さんちもいいな。葵さんちで飼われるのも幸せよな絶対に。どの家もいいな、悩んじゃう。選ぶ権利ないけど、一旦来世のお試しで2日
地下鉄ぐらい泊まらせてほしい。うん、ストレス溜まりそう。普段そういうあまり人間と関わってないタイプの人だから、急に人の家とかで生活するってなったらもう肌とかバリバリ荒れ始めたりしてさ、やばいかもしれません。私、しかも今のホテル生活を見てもらったら分かる通り、いろんな私物を持ち込み始めるかも。だから向いてないかも、向いてないわ私は。みんなは、みんなんちで買ってくれん、私のこと。みんなんちで買ってもらってアイスいっぱい食べるんや。野菜も欲しい、米も欲しいな。炊きたての白米と具沢山の豚汁とか、あと焼き魚。要望多くない？デザートは梨がいいな、梨か柿がいい。それでさ、風呂もあったかいお風呂で湯船使いたい本当は。でも掃除が嫌だからシャワーなんだよね。だから掃除もお願いしたいし、布団は私が寝る前に布団の中を温めて、なんか温める機械で温めててほしいな。で、朝起きるときはアラームが鳴ってもう叩き起こさないでほしい。もうこっちのペースがあるから。あ、掃除もお願いします。掃除も洗濯もお願いしちゃおう。アイロンもお願いしちゃってもいいかな。クマ退治はパスの仕事。え、一番最悪じゃん。じゃあゴキブリ退治は任せるね。ゴキブリ退治任せるから私がクマ退治するわ。うん、そうしようや。私は食べる担当、寝る担当とクマ退治担当で肩叩きもします。肩叩きしてくれるの？肩叩き？もっとなんかもうプロのさ、ゴリゴリのなんかこう肘とかでやるようなさ、背中とかゴリゴリしてほしい。もう毎日背中の稽古で絶対体バキバキだから、もうゴリゴリやってほしい。今足とか足パンパンだもん毎日。バカバカすぎるね、ほんとだよ。要望が多すぎるよ。捨てられちゃうよ私。みんなに捨てないでください。捨てないで、大事にして。要望多くても大事にして。最高級マッサージチェアでおもてなしします。あ、最高。うわー、いいなー、マッサージチェア。いいわ、マッサージ機いいね。肩こりやばいんだよね。私この前メイクさんにメイクしてもらうときにさ、その時化粧もメイクさんにしてもらう日だったからマッサージしてくださったんよ。この顔周りと首と肩をこうやってマッサージしてくださったけど、肩こりやばいねって言われて、毎回言われるんですよ。肩こりすぎだよって言われてね。いや、そうですよね。昨日マッサージ行けばよかったね私。次空き時間ができたらマッサージ行こうかな。でも都会のマッサージ屋さんわからない。一体どこに行ったらいいのですか？口コミを見たらいいのですか？マッサージとか、マッサージとかもさ、結局店にもよるし人にもよるじゃん。そのお店でも難しいね、自分との相性。チェーン店がいいの？分かりやした。今度休みがあったら絶対にマッサージ。次の休みにすること1、マッサージ。ファブリーズも買い替えた方がいい。え、ね、どう思う？今買い替えたらさ、今半分ぐらいはある気がするんよ。まだ足りるかな。一応買ってたがいいかな。え、難しくない？あと2週間の滞在と思ったら難しくない？買うか、今のうちに買っとくか。うーん、足りそうで足りない感じ。そうなの、買いすぎてももったいないから、こ
校に住んでるわけじゃないから、そう1ヶ月の半分がもう終わっとるからホテル滞在と思ったらね、難しいですね本当に、むずいです。ファブリーズは朝起きてまず布団コロコロしてシュッ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 ってするでしょ。であと帰ってきて帽子にもする、上着にもします、うん、かな。それで結構使ってる。シュッシュクシュッ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 、いっぱいシュッシュしてます。確かにそうだね、稽古場とかにあげますって言ったら嬉しいかも。意外とファブリーザー使うやろね。ファブは嬉しいはずや、きっと。ファブファブファブ、もう55分だって。もうお風呂の時間が迫ってくる。急かされる。毎日配信の後風呂があると思うともう大変、底辺ですわい。稽古最終日にご自由にお持ちくださいボックス、ああ、ありありあり。私のいろんなものをね、買い込みすぎたものたちを、こういうのとかも、まあ、これは広島に持って帰れるけど、絆創膏とかね大量にあるし、もういろいろ買いすぎとるから、これとかね、このこれ3個あるからね。でも減ってきたの見て、減ったでしょ、この1週間ぐらいで。減りすぎでは、こんなにあったのにもっと、え、減りすぎではない、すごいじゃん、めっちゃ働いてくれてるやん、すごい。減ってた、全然もう人にあげれるものばかりよ今。減ってる、たまに食べちゃってる、やめてやめて、いくらじゃないのよこれは。視聴者プレゼントお願いします。視聴者プレゼント、これじゃあ一人一粒でいいですか。多分発送してる間に潰れるけど大丈夫でしょうか。一人一粒システムで。おお、すごい独特な香りでした。おおって感じ。おお、もういっぱい、うわ。このパックもこれずっと使ってるんですけど、これはあの楽天ガールズアワードでいただいてからずっと使っとるんやけど、残り数枚ないよ。だから今は使わないで舞台の本番用に取っとこうと思ってるんやけど、これ50枚入りで絶対残り10枚もないの。いっぱい今まで使ってきたから、1回につき3枚使うの。なんかこんぐらいの本当にちっちゃい、これくらいのサイズでさ、だからここに1枚、ここに1枚、ここに1枚貼るんですけど、3枚使うんだけど、早くつかないと乾燥しちゃうよなとか思って。じゃあ次の休みにすることリスト1、マッサージに行く、2、パックを買う、あ、3にしちゃった、2パックを買う、3本当は歯医者行きたいけどこっちでは行けないから我慢、3何でしょう、寝るです、これです。あ、上着を買う、そうだよ、私上着を買わないと一生同じ上着、大事だよね本当に。マスクだけは50枚ぐらい今あるからマスク50枚ぐらい持ってきちゃった。本当にさ、この前紹介したまずこの10枚入りマスクが3袋でしょ。でさらにこのタイプのマスクと、さらにこのタイプのマスクがあるから本当に50枚ぐらいあんのね今。
いつでも言って、いつでもあげるし、みんなにもいつでも言ってくれたら任せてよ。本当にマジもうすごいすごいによ。うん、買いすぎていろいろでさあ、コンタクトも一箱持ってきたけど足りなさそうなの。ギリ毎日焦る、毎日数えるの残りの日数、ギリ足りるか足りないかなんですよ今んとこ。怖くない？今ね17枚あるのね。え、足りないじゃん。え、待って、足りなくない？え、足りないよね17枚って。え、買わなきゃじゃない？え、足りない。え、これ30枚入りじゃないの？え、足りないやん、びっくりしてるよ今。これ何枚入りないよ。え、30入っとるよ。30入ってるのに足りないの？うん、ちょっと足りない、買わなきゃ。昨日買ったらよかったね。昨日がお得だよ。うん、昨日買ったらよかったです。ショック。11時になりました。じゃあそろそろお風呂頑張るわ。頑張りますわな、お風呂。みんなありがとうございました、今日も見てくれて。喋り倒しちゃった今日も。ギフトもありがとう、コメントもありがとう。みんなゆらゆら揺れながら見てくれて、星投げもありがとうございます。星じゃないや、キラキラありがとうね。じゃあ男女読むから、みんな男女読むね。いきます。13位 BVE さん、12位ノクさん、11位ヨシヒロさん、10位シンイチさん、9位コウジさん、8位ミックさん、7位パパパンダさん、6位エジリン、5位ジロくん、4位ワウワウさん、3位メロンのあそこさん、2位ゼットさん、1位ジツーさん。ありがとうございます。ありがとう、みんなデコ見てくれて、デコ見に来てくれて本当にありがとう。今日のデコはどうだったかな、どうだったかな、デコはいいデコだったかな。ではそれでは、やばい、睡魔に打ち勝つ、睡魔に打ち勝って、今日おしくらまんじゅう、満員電車のおしくらまんじゅう負けたんですけど、睡魔には勝ちたいと思います。それじゃあみんな、また明日ね、また明日会おうね。10月もありがとう。11月誕生月がやってくる。やばい、あと1ヶ月後じゃないや、間違った、あと1時間後には誕生月が来る。最高です、最高だよみんな。それじゃあおやすみ、遅くまでありがとう、見てくれて。また会おうね、ありがとう。もう眠たくてお風呂やばいよ。頑張るね、ビンタしてどうにか風呂入る。みんなも早くお布団入ってね。おやすみ、ありがとう見てくれて。またね、ありがとうございました。またねー。